僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。2017年5月28日日曜日、観光情報番組読谷ラジオ、本日、ナビゲーターを務めさせていただきますのははじめちゃんこと山内はじめでございます。皆さんおはようございます。ちょっとね、私、喉を少しやられてしまって、ちょっと本日の放送お聞き苦しい点があるかと思いますが、ご了承いただければと思います。ね、なんとか、元気いっぱいやっていくと思いますのでよろしくお願いいたします。さて、本日ね、久々の雨からのスタートですね。読谷村、梅雨に入っているということで、沖縄県は梅雨なんですけど、なかなか雨を、なんていうか体験 してないというかですね、昼間、雨が降ることがほとんどなかったんですが、今日は朝から、少しですが雨が降ってますね。こういう感じでですね、もうちょっと、まとまった雨が降ってほしいなというのが、個人的な意見なんですが、ね、この状態でいくと、夏は本当に暑い、夏を迎えそうなので、ね、早くもうちょっと、まとまった雨を欲しいなと思いますよ私は。さて、先日の、放送で、宮里優作さんのですね、優勝ということで、知性カントリーゴルフクラブで行われたね、プロゴルフ選手権の、様子を少し、お話ししたんですが、ね、その後に驚きの、宮里藍さんの引退ということで、ちょっとね、私も、一ゴルフファンとして、見るだけなんですが、ね、ちょっと、残念なニュースが流れておりますが、このね、宮里藍さんの、引退会見、ね、29日明日ですね、都内で民放のテレビ局5局が、緊急生中継する方向で準備を進めているということで、ね、これはもう本当に関心が高い、ものですよね。元世界ランク1位の方ですから、とってもこの決断をされるのも、いろいろ考えられたと思うんですが、ちょっとねやっぱりファンの特にね県民のファンの皆さんからするとまだ早いんじゃないかなっていう風にちょっと惜しまれる声が聞こえてきそうですが、ね、愛ちゃんフィーバーからもうだいぶ経ちましたけど、それでもやっぱりね、地元の、地元、沖縄のですね代表する、プロの選手ですからね、今後の動向がちょっと気になるんですがね、ぜひね、またこの沖縄県をね PR する、形でね、また広報とか
されていくんじゃないかなと思いますのでね、また、引退されてもですねちょっと頑張っていただきたいなと思います。はい、それでは本日のドライビングナンバーお届けいたします、木山商店で空と天ぷらと海の匂い。はい、本日お届けしました、ドライビングナンバー、空と天ぷらと海の匂い、木山商店さんでした。続いてはお天気。
はい、それでは、本日の、お天気の予報を、皆さんにお伝えしたいと思います。本日5月28日、沖縄地方は、梅雨前線の影響で曇っております。また雨の降っているところもあります。28日の沖縄地方は梅雨前線の影響で曇りや雨で、先島諸島は荒れた天気となるでしょうということですね。まあね、こちら、サテライトスタジオからね見てる雲も、本当にかかっていて、まあ雨、まあ今はちょっと止んでいるようですが、またこの後降りそうな感じでもありますよ。本日の予報です。北東の風のち東の風やや強く曇り時々雨、波は 1.5 メートルからのち2メートル。降水確率本日高いですよ。 60% ございますのでね、やっぱりところどころで雨が、見られると思います。また日中の最高気温は、24度。こちらはね、まだ過ごしやすい気温かなというふうに思いますがね、ちょっとね雨の中、ちょっとあれかな、観光に来られてる方は少し残念な、一日かもしれませんがね、雨が降ってても楽しめる場所、ね、読谷村には、たくさんございますのでね、そちらもまたご紹介しながらね、また読谷村の情報をお伝えしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、番組のこちらね観光情報番組読谷ラジオではですね、皆さんからのメッセージ受け付けておりますよ。メールアドレスが、fm786@fmyomitan.co.jp でございます。懸命にね読みラジとか、打っていただければ、すぐ探せますので、よろしくお願いします。でね、皆さんの旅のエピソードだったりっていうのを、まあ、あるいはこの沖縄でねに初めて、来られたっていう方々もいらっしゃると思いますのでね、もし初めての沖縄っていう方々がいらっしゃったらですね、ぜひまたこの沖縄来ての感想、あるいは読谷村に来ての感想とかお寄せいただければなと思いますのでね、ぜひ、皆さんメールの方メッセージお待ちしてますよ。fm786@fmyomitan.co.jp でございます。本日の、沖縄知っとこクイズもちょっと出しておきましょうかね。クイズです。まあ、読谷村でですね、昨日からちょっとした、イベントが行われておりますね。リフレッシュオープンというふうね、あるところでですねリフレッシュオープンというね、イベント行われております。こちらはどこでしょうというのが問題です。ね、まあ村内の方は結構知ってるかと思いますが、ね、ちょっと、難しいかもしれませんけど、ちょっとね本日この問題にしてみました。ね、どうなんでしょうかね。私もちょっと昨日行きましたね、古源にございますある施設のねところの、リフレッシュオープンということです。こちらどこでしょうかというのを本日問題にしたいと思います。昨日京都開かれております、ね、ユンタンザン花売実演とかですね、琉球忍者ショーで、あとふわふわユーグランドなどですね、いろいろさまざまなイベント開催されていますので、こちらどこでしょうという場所の表記お願いします。
読みたん何でも調査団。読谷なんでも調査団、どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷なんでも調査団のコーナーでございます。さて本日ご紹介するのはですね、まあ地元のおじいおばのお声でございますね。なかなか、まあ読谷村、まあ読谷村だけではないと思いますけどね、なかなかシャイな方々がね県内多いので、インタビューに答えてくれることはなかった、結構難しい時があるんですけど、こちらの方々は心よく、インタビューを受けていただきましたので、ご紹介したいと思います。それではお聞きください。紫村の園内に来ておりますが、ちょっと地元の方がいらっしゃったので声をかけてみたいと思います。こんにちは。はい、こんにちは。お名前の方お願いします。私は高潮の85番地の急な千代です。住所までありがとうございます。急な、さんこっちに来てるか言わないと。ありがとうございます。急なさん、本日はなぜこちら紫村の方に訪れてるんでしょうか。みんな健康のために。健康のために。みんなこう揃って顔を見ながら、みんな楽しそうにやってる、一番これが楽しいであるわけさ。はい。で、まあ、一応ね、来ていただいてるのが見てて、まあ、隣でゲートボールの方されてるんですが、こちらが目的ということでよろしいでしょうか。そうですね。こっちが一番大好きな紫村。なるほど。紫村。ちなみに紫村ではいつこのゲートボールをやられてるんですか。毎月。長いことになるよね。あ、そうです。もう長いことになるよ。うちらが入る65かな。うちらがちょっと新米小屋から入っているから、もう何十回にもなるよ。あ、何十年以上も。年齢さんがこちらの社長さんのお母さんか、あの方がもう出会ったから、それでうちらもまだ入って時期であったから、もう何十回になるかな。そうですか。数えてないほど。わかりました。で、まあ、木村さんも高志法の自治会の方に所属という形でよろしかったですか。でそれのゲートボールを毎月やられてる。毎月、あざりも毎あそうですよね。普段あざは老人会のもので。でこれこちらはまた月の18日と28日には毎月こちらで、ゲートボールを楽しんでいらっしゃるということで。はい、あ、じゃあ結構皆さん数が多いですか。何名ぐらいいらっしゃるんですか。今日は20名。20名。うん、毎月に、まあ、この2回でね、18日、28日で訪れてるということなんですが、まあ、これだけね、人数がいらっしゃるということで、まあ、皆さん和気あいあいとしてされてると思うんですが、うん、まあ、観光客の皆さんとですね、ちょっと触れ合うという機会も多いかと思うんですが、どういったお話とかされます。どういった言ってみんな楽しそうにみんなお客さん見てるでしょ、はい、でそれでまた自分たちも言葉分からなくてもジェスチャーで、あ、ジェスチャーで、あ、外国の方の観光客の方とかで今もうジェスチャーで、うん、みんな楽しんでいらっしゃるわけさ。あ、そうですか。とっても上等よ。ね、まあ、こういう形で紫村に訪れるということですね、はい、観光客の皆さんにちょっと一言お願いしていいですか。どんな、まあ、待ってますよみたいな形でもいいのでぜひお願いします。私たちと触れ合ってくださいとかでもいいですよ。ぜひお願いしたいんですが、木村さん、はい、こっちが関東地図さんで別の方別の方で、みんなに一言ずつ言わないと。いやいや、木村さん、あいだ、お願いします。ね、何の質問ね。ね、観光客さんがお見えになったら皆さんはどういう気持ちで相手していますかって。楽しいよね、観光
観光客がいらっしゃるとき、もうとにかくそれだけ沖縄にお金が落ちるさね、景気が良くなったねと感じる。読みたんが繁盛するために、ぜひ訪れてくださいということですね。わかりました。特によ、はい、あの直村木村、あの村で食事するときに、うん、はい、ほとんどが中国と台湾の方なんだよ、うん、はい、だからもう言葉全然わからないさ、はい、私は少し英語話せるから、うん、あの人たちも英語を少しわかる、だから通じる場合もある、うん、なるほど、そういうことで楽しいよ。ちなみにお名前は大城しずです。大城さん、はい、まあね、こういう形で学校客の皆さん迎えてる高島自治会の皆さんでした。老人のおばあさんたちがよ、全部80歳以上のおばあだったよ。そうなんですね。皆さんお元気ですね。みんな80以上のおばあだちだからとにかくこのゲートボールは頭も使うので、ボケ防止と健康維持のためにみんな頑張ってよ。90歳お嬢さん90歳、昭和3年生。私は昭和元年、あんたのお父さんと一緒。ありがとうございます。はい、本日は高島自治会の皆さんでした。ありがとうございました。どういたしまして。はい、はい、お聞きいただきました。ね、元気な高島老人会の皆さんでございました。こちらね、紫村で、毎月18日と28日、まあ、本日ですね、ゲートボールの方楽しんでいるということなんですが、ちょっとね今日は雨が降ってますので、もしかしたら、お休みされているかもしれませんね。まあね、そういう形でこの高島老人会の皆さん、まあ、ゲートボール楽しみながらですね、まあ、この紫村で訪れる観光客の皆様と触れ合っているわけですが、ね、あの本当に元気で皆さんね、80歳以上ということで、おっしゃってたんですけど、とてもね、こう言ったら失礼かもしれませんけど、本当にね可愛らしい、ね、おばあちゃんたちでございました。ね、中にはね、まあ、コメントの中でもありましたけど、ね、観光客の皆さんが来たらどう思いますかというところで ね、沖縄にお金が落ちて嬉しいといういうね、本音もポロッと 出ながらもですね、ね、それもまた可愛らしいですよね。本当にあの聞いてて、まあ、僕も爆笑してましたけど、まあ、こういう形でね可愛らしく、言える、ね、おばあちゃんたち素敵だなと思いました ね。本日の放送ね、もし、ね、高島老人会の皆さん聞いていただければ嬉しいなと思うんですけどね、まあ、こういう形で、この紫村ね、さまざまな地元の方もね、来ていただいて、来てますのでね、観光客の皆さんもね、触れ合い、ね、地元の方とのね触れ合うきっかけになると思いますよ。ね、まあ、修学旅行とかですね、そういうコースの中でも、ゲートボールを体験しながらね、地元のおじいおばあと触れ合うっていうコースもあるようですので、まあね、そういう意味でも、ね、地元のおじいおばあ本当に面白いですのでね、ぜひ、話しかけていただければなと思いますのでね、ぜひ観光客の皆さん、読谷村お越しの際は、ね、このおじいおばあ、ね、まあ、声をかけていただければと思いますよ。さて、ここで一曲お届けしましょうね。国吉新雄さんで和島ユンタン座。
いつも可愛いアケポンです。名前、小城雅子です。小城雅子です。観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時30分を回っております。ここで、まあね、突然、ゲストさんがいらしておりますので、ちょっとね、皆さんにご紹介したいと思います。ではまず私のすぐ右手にいらっしゃる方々お願いいたします。おはようございます、はい、東京から来ました小城雅子です。よろしくお願いします。小城さん、ではそのお隣、そのお隣はいつも元気なあけぽんです。よろしくお願いします。はい、あけぽんさんでございます。はい、ね、あけぽんさん久々ですね。久々です、今日は本当に ね、 あのね、はい、呼ばれなかったんですか。誰も呼んでくれんから出演できなかったさ。もう残念、ね、はじめちゃん今日はありがとうございます。はい、いえ、ね、私の方でちょっとね、あけぽんさんと絡みたいなということでちょっとお声をかけさせていただきました。はい、でね、ね、あけぽんさんのお友達ということで、小城さん、はい、ちょっとね本日、入っていただいてますが、小城さん出身はどちら。東京です。東京、はい、沖縄にはもう何度も来られてる。何度も来てますね。もう10回以上は。10回、すごいですね。じゃあ、まあ、沖縄のいろんなところ回ってると思いますけど、はい、読谷村には結構、はい、読谷村、残波岬、残波岬とか、はい、好きですね。へえ、ね、まあ、まあ、こういうふうにいっぱい、ね、沖縄来られてる方がちょっとね、なかなかこういうふうに話をする機会が私ないので、ですね、ぜひね、ちょっといろんなことを聞いてみたいなと思うんですけど、ね、東京から小城さん来たということなんですが、また今回はどういった理由は何かあったんですか。そう、3月とかすごく仕事が忙しかったので、もうゆっくりしたいなと思ってリフレッシュ、リフレッシュでね、もう行こうと思って決めてきました。もうリフレッシュするために沖縄に来てると。はい、はい、すごいですね。まあ、まあ、癒されるという形なんですかね。そうですね、ほっとします。なんかほっとする、うん、ね、地元の人間でだとね、なかなかね、そういう感覚がちょっとないもんですから、うん、私はいつもほっとしすぎている。もっと仕事しないといけない。ね、あけぽんさんはね、もうちょっとね、そうそうそう、もうちょっと何よ、もうちょっと何よ、突っ込んでくれやすさ。いやいやいや、ね、まあね、こういうふうに癒しを求めて沖縄に来られるっていうことなんですけど、まあ、結構読谷村で癒されるっていうのは、はい、じゃあどこがあります。うん、今日ちょっと天気悪いですけど、そうですね、天気がいい時はサトウキビ畑とか、綺麗な 海を見たりとか、あとおしゃれなカフェが多いので。うん、そうだね、そうですね、最近またね、読谷村のカフェとかが多くなってますので、うんうん、この時間の流れが大好きですね。うんうん、でもあれじゃないですか、毎回来るたんびに新しいお店ができたりとかいうのも結構あって、そうですね、うん、なのでもう毎回雑誌見たりネットで調べたりしてます、はい、ということでね、まあいいですね。まあ、こういう形で沖縄県
あるいはね、読谷村とか、まあ、他の地域に行かれるということなんですけど、まあ、お一人でですか、基本。そうですね、一人で来て、でこちらでお友達あけぽんさんとか会ったりして遊んでもらってます。そうですね、遊んでもらってるんですか、はい、悪い遊びしてないですか大丈夫です。まあ、沖縄にはね、いっぱい温かいお友達がたくさんね、はい、いらっしゃるのでね、はい、もうこの地域ごとにあのお世話する人がたくさんいますので、沖縄は地域ごとにね、ナーファで遊んだり、コザで遊んだり、読谷で遊んだり、そうそう、そんな感じで ね、まあ、各地域でナビゲーターがいらっしゃるということですね。そうなんですよ、もう本当にいつも感謝してます。素晴らしいですね。まあね、あけぼんさんもね、あの、うん、結構また読谷村、ね、大好きで、はい、いろんなところ回ってるみたいですけど、はい、なんか昨日そうそうそう、ね、SNS でもねあげましたけど、はい、ガジロー飯店さん行ってきました。初ガジロー飯店なんかもう同じ富山なのにねって感じなんですけど、そうそう、うん、とてもすごい雰囲気も良くて、お酒も楽しめて、料理も楽しめて、であのオーナーのね、あのオーナーシェフともゆんたくしながら、本当に観光客も海外のお客様も多いお店ですね。あ、海外のお客様も多いんだ、はい、いらしてましたね、うん、ちょっとね、私まだ、ガジロー飯店さん行けてないので、うんうん、まあね、僕も近いんですけどね、うん、家はもう歩いてね、行けるお店なので ね、うん、ね、ちょっとなかなか行く機会がなくて、はい、まだ足が運んでないんですが、うん、はい、ね、私もちょっと行ってみたいなと思うところでございますね、うん、ちょうどね、あの4月に私も関東の方にお出かけして、でその時にね、まーちゃんも一緒にあのいちご狩り行きました ね、いちご狩りを楽しんできたんですよ、ね、あ、いちご狩り、はい、どちらの方で、千葉か、成田でいちご狩りを、成田にはい、いちごってあるんですね、うん、そうそうそう、でその時にあの楽しんだんですけど、なんか今読谷でも ね、あのそういちご狩りがの話題が最近ありましたね、夕刊 TV でも ね、はい、取り上げられてたので、日立さんの方で作られてる、ね、うん、いちごがね、取れたということで、うん、これをね、まだもうちょっとね、先ですか、先になるかもしれないですけど、うん、今後ね、はい、読谷村でも、うん、はいはい、いちご狩りができるかもしれないというね、うん、ちょっと期待感があるね、うんうん、で私もね、あのこのいちごちょっといただいたんですけど、はい、うん、どんなでした、美味しかったですよ、甘くて、いいですね、次はだから沖縄でもいちご狩りに行ったんですよね。 ね、はい、まあ、そういう意味で、結構本土に行かなくても、まあ、沖縄で体験できるっていう、ね、うん、ところも出てくると思いますので、結構ね、また読谷村も、魅力のある、ね、ね、村になっていくんじゃないかなと思うんですが、うん、ちなみに小城さんはお仕事っていうのはどういう関係なんですか。仕事普通の事務職ですね。あ、事務職。OL ですね。OL ですね。OL さん、いいですね、響きが。OL。ね、マサイさんが喜ぶと思います。似てるかな。OL さんということですけど、うん、まあこういう沖縄県の、お友達っていうので、まあ今あけぽんさんのお隣にいらっしゃいますけど、結構ね、各地域で。でこのナビゲーターっていう形で勤めてる人がいるということなんですけど、どんなことで遊びます？そうですね、ま、でもとりあえず沖縄のその観光名所連れてってもらったりですとか、うんうん、あとは夜飲んだり、あ、お酒を飲むということですね、はい、ちなみにそうそう、ね、ちなみにどんなの飲むってやっぱりね、そう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 、ね、気になりますよね、うんうん、最初はもう、うん、オリオン、オリオンの生いい、ね、うん、頼ん で、うん、でそれから青森行って、うん、ね、それぐらいですね。いいですね、あの朝からお酒の話ができるってね、最高ですね、私もちょっとね、うん、最近飲めてないので、ね、今日あたり飲みたいなと思いますよ。あ、いいね、うん、ね、まあ、オリオンからで、うん、青森は、青森特に何って銘柄ね決めてないんですけど、うん、でもなんか出されたもの飲んでます、うん、来るもの拒まず、拒まず。まあね、まあ、読谷村にはね、地元のお酒ということでね、はい、東蔵さんが ね出されてますね、残波、はい、とか、ね、ありますね、白と黒 と、まあ、白と黒と、まあ、プレミアムとかね、ありますけど、それもねちょっと、また ぜひね機会があれば、はい、まあね、いただいてるとは思うんですけどね。そうですよね、きっとね、うん、昨日アケポンはですね、残波のあのゆずスパークリングですか、うん、スパークリングじゃなくて、
あのもう本当に12度って言ってたんですけど、うん、あのボトルに入ってて、でそれをねあのロックとあのソーダ割りで試してみてってことでね、でプレミアムはちょっと飲まなかったんですけど、そうビール行ってザンパ飲んで白ワインって感じで、ね、どんなのが飲めるのかなとか思いながらね、やっぱり自分が飲んでみないとね、お客様に勧める時もねちょっとお勉強しながら飲食では、うん、そうですね、はい、あけぼさん、そういえばあのね、なかなか、うん、今回しばらく空いてますけど、そうそうそう、はい、どこか、面白い読谷村のお店とかいうのは、そうですね、皆さんに、ね、お伝えしたいっていうのがあれば、この間、はい、ちょうどこの番組もねよくメッセージもくれるあの共通のお友達で浜ちゃんっているんですけど、浜ちゃんが、ね、ゴールデンウィークかな来た時に来てましたね、うん、ね玲子さんからのおすすめのお店っていうことで、あのトゥー、トゥー、ごめん、トゥーだったかな、トゥー、トゥーかな、あのイラミナの方にある新しくね、トゥーカフェさん、トゥー、はいはいはい、トゥーカフェさん、はいはい、あそこに行ったら閉まってたんですよお休みでね、はいはい、お休みでね、でそしたらあの向こう行けなかったのがねちょっと残念なので、でも日曜日はねお休みなんですよ、あ日月お休みなので今日もお休みで、ね、案内できなくてそうそうそう、だからね向こう今一番興味があるお店かなって感じですね。あー、トーカフェさんですね、うんうん、で、まあ、最近ね、うんうん、あの夕刊 TV でも、トーカフェさんの、はい、ものを取り上げられてたと思うのでね、はい、またね、ちょっとねどんなところかなってチェックしたい方、ね、そうそうそう、ね、YouTube の方でちょっとね、うん、アーカイブとして残ってますので、はい、ぜひこちらもご覧いただきたいと思います、はい、ね、本日ねこの、30分からちょっとね、うんうん、お二人に入っていただいてますけど、ね、はい、ね、この後もちょっと残っていただいて少しお話ししていただこうかなと思っておりますのでね、はい、よろしくお願いします。あと気になってるのもありますよ、あの読谷でね朝カフェですよ、要はね朝食が食べれるモーニングがあの食べれるところとか、なかなかね読谷村モーニングないんですよね、うんうん、で、あの、まあ、ノアハウスのお隣のソングバードカフェさんも、うん、もちろんモーニングやってるんですね。あ、そうなんですか、はい、やってますよ朝ね、前来た時行きました、去年来た時は一緒に行ったんですけどね、モーニングやってますし、で、読谷高校の目の前の、 あの数字道を中に入ってくる、ね、パン屋さんが、まあ、ここも取材もやってますけど、ポットさんね、はいはいはい、ポットさん、はい、あそこもね、まあ、550円で美味しい、そうです、あそこ確か7時ぐらいからやってますよね、はい、そうですね、やってますね、あそこもよくおすすめしてますね。で、その次にザキミ上司の根も田元にありますピローネさん、ピローネさん、はいはい、あそこはねサンドイッチでも有名なんですけど、あそこもね、まあ、多分今お店もオープンしてるんじゃないかな、はい、あそこもね、あそこはねもうサンキューです、サンキュー、390円から朝食がね楽しめるんですよ朝は、はい、だからねこれから行こうかなって思ってますけどこれから行こうかなって思ってますけど ね、はい、いい時間だと思います、ね、そう素敵なお店がいっぱいあるのでね、まだまだ発掘しまくろうと思ってますけど楽しいですよ、まあね、うん、読谷村に住んでるとね、私なんかねもう本当に夜の店しか、逆に教えてほしい夜のお店私夜はなかなか出ないのでね夜のお店がわからないので、やっぱりどこどこ食べに行ったらいいですかって言われた時にね、 あそこおすすめですよ、何が食べたいですかってことでね聞きながらその日の好みに合わせて、はい、あ、まあそうですね、あのね、うんうん、一人でね、落ち着いて飲みたい時とかなんか僕はね、あのハバナハバナさんとかいうね、あ、はいはい、開放銀行の向かいにあるね、あそこはね、はい、結構カウンターもて、あってですね、結構落ち着いた雰囲気で、いいね、飲めたりするので、ね、またね、女性向けの、うん、カクテルが結構多いので、じゃ次は向こうだ ね、そうですね、夜とか、うん、夜ですね、ね、女性どうしてね飲みに行きたいという方は、方はね、うん、はい、おすすめでございますので ね、ぜひ、行っていただきたいなと思いますよ、はい、ね、またねちょっと騒ぎたい、一人で騒ぎたい、うんうん、一人ではさ一人で騒がないで基本ね、僕で基本一人でしか飲まないので、そうなの、一、ね、人で飲みに行くのが結構ベースにあるので、うん、ね、はいはい、まあ一人で飲みに行くってなったらまた長浜にございますね、うん、ニューヨークさん、ね、結構海外、ね、外国の方が、うん、もういて、で、まあ、カウンターとかもあるんですけど、はい、本当にすぐ隣で相席とかも普通にあるので、うん、いいでね、声を掛け合ってですね、うん、テンション高くで、中でですね、
懐かしい、ディスコミュージックが流れたりするので、うんね、ぜひそちらの方もね、私のおすすめでございますのでね、夜ね、はい、楽しみたい方、ぜひ行ってみてはいかがかなと思います、それでは一旦 CM でまた、お二人にはお付き合い願いますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。連想レンタカーラジオドライブマップ、ご案内します。連想レンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会三助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーでございます。レンタカーご利用の観光客の皆様、沖縄県レンタカー協会さんにが配布してますね、沖縄ドライブマップ、ね、レンタカーをお借りする際受け取ってるかと思います、ね、このレンタカードライブマップとてもお得ですのでね、まだ見てないという方々一度ご覧いただきたいと思います、ね、まあ、沖縄県の各観光地はもちろんのこと、ね、ドライブマップので使えるクーポンなどもございます、ね、またさらにあの各種エリア、那覇エリアとかですね、国際通りエリアとかございますが、そのエリアのですね交通情報も載っております、またね、沖縄にはバスレーンとかですね、中央区変異線というね、まあ、時間によって、中央線が、変異、ね、変わるという区間もございますので、そちらもの情報も載ってますのでね、こちら、通る際の注意点という形でね一度ご覧いただきたいと思います、ね、また失礼しました、また、ね、18ページにはですね、この読谷村の情報載ってますのでね、中北部エリアの、こちらもご覧いただきたいなと思います。で他にも、まあドライブマップの使い方ということですね、23ページにもございますのでそちらも、ご覧いただいてですね、このドライブマップ、ぜひ活用していただきたいなと思います。以上ラジオドライブマップのコーナーでした。観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時49分を回っております、ね、先ほどのコーナーから引き続き、お二人に入っておりますよ、はい、
ね、あけぼんさんと小城さん、はい、残ってます、うん、残ってますので、はい、よろしくお願いします。ね、でこちらちょっとね、先ほど、お話にもあったんですが、ハマちゃんさんメール来てますのでね、ちょっとね読みたいと思いますね。ハマちゃんさんからね、メール来ております。はじめちゃん、あけぽん、ゲストのまーちゃん、おはようございます。ハマちゃんですということです、ね、おはようございます。はじめちゃん、あけぽん、盛り上がってますかって、盛り上がってますよね。ね、まーちゃん、ラジオデビューおめでとう、今日めっちゃ楽しんでね、東京に帰ってきたら、お土産話聞かせてねということです。読谷大好き、ハマちゃんよりということでね、ね、先ほど話題にもあったハマちゃんから、こういうふうにメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。本当にありがとうございます、ね、その他にも、みえこさん、ね、おはようございます、放送頑張ってね、後で楽しみに聞きますということで、ね、今聞いていただいてますかね、8時20分にちょっと送っていただいてるメールですね、読谷に飛んでいきたいですね。みえこさん、みえこさんじゃない、水原さん、水原さん、そう、そうじゃないかな、多分そう、飛んでいきたいって言ってるから、飛んでこーい、ね、あけぽんさんのお知り合いですからね、ちょっとね、僕は分からなかったんですけど、うん、で、あと一つ来ておりますよ、うん、ラジオネーム、新地小林さんからでございます。はじめちゃん、おはようございます。風邪ひいたの、ね、風邪、まあ、ちょっとね、喉をちょっとやらかしてしまいました、ね、なんかちょっと朝乾燥してたのかなという感じですけど、辛そうですね。大丈夫ですか。まあ大丈夫でございます、ね、沖縄天気が悪そうですね。ちょっとね、本日は悪いです。名古屋は快晴で27度まで上がるらしい。うわ、すごいですね。さて、今日のクイズですが、フルゲンだったらイオンタウンしか思いつかないけど、どうですか。お、素晴らしいですね。その通りでございますよ。では、はじめちゃん、早く直してくださいね。バランスの取れた食事をすんだよ、無理しないでね。ではまたねということで、ありがとうございますね。バランスの取れた食事、私に一番縁遠いものでございますね。ありがとうございます、まあね、新地小林さん、本当に ね、もう遠く名古屋のところから、ね、体を気遣っていただいてありがとうございますね。早く直すようにいたしますのでね。で、先ほどね、神戸新地小林さんの問題の答えがございましたが、ね、本日のね、沖縄知っとこクイズでね、この読谷村で、昨日5月27日28日と、リフレッシュオープンとしてね、イベント開催しているところはどこですかという問題でございました。新地小林さん、正解でございます。ね、正解はイオンタウン読谷ショッピングセンターでございますね。本日まで、やってますのでね、うん、ぜひあの皆さんお越しいただきたいなと思いますのでね、ぜひあのこのイオンショッピングセンター訪れてみてはいかがでしょうかね。リフレッシュオープン記念としてでね、大抽選会ございますよね。すごい賞に入りましたね。特賞もね、特賞すごいですよ。ホテル日光アリビラの1万6000分のご利用券、その他にもですね、5000円分チャージ済みのね、沖縄エイサーワオンというのが、ね、あったり、でまたね、この抽選会もございますし、それ以外にもですね、ユンタンザ花食いの実演、あるいはこの実演その展示会、ね、販売もこちらなさってるみたいですね。であとふわふわ登場のユーグランド、ね、なんかメリーゴーランドみたいな感じのね、大きいのがね、ものがあってですね、その中がトランポリンになってるような作りでしたけど、まあ、そちらの方があるということでございましたね。ぜひまた、まあ、ちょっと今日雨ですのでね、少しそうですね、ちょっとあれかもしれませんが、まあそういうこと、まあ、寒くないよね、まあ、寒くないよ、またね、そうですね、寒いよりは全然いいと思いますのでね、うん、もうその中で、ぜひこのリフレッシュオープン記念大抽選会来ていただきたいなと思います。さて、小城さん、あけぼんさん、久々での登場のあけぼんさんとね、はい、初めての、小城さん、いかがでしたか。いや、緊張しました。緊張したように見えないんですけどね、はい、全然ね、どうでしたか。もう緊張してます。緊張してる、まあね、本当にね、
こういう風にね、あの顔を見てあの話してる限りはね、全然緊張のかけらもないね、隣のアケポンさん、アケポンも緊張しちゃった皆さんね、お叱りのメッセージ待ってますね殴らないで、うん、ね、まあこういう感じでね、たまに、はい、ワイワイやるのもね、楽しかったです、楽しみね、またこういう感じでね、ちょっとやっていきたいなと思いますのでね、はい、ぜひまた、お越しいただきたいなと思います、ありがとうございます、ね、星野さんはいつまでご滞在予定ですか。月曜日に帰ります。あ、月曜日まで、はい、ということはもう明日ですね。明日ですね、はい、今日一日また、うん、はい、ゆっくりですね、はい、遊んでいただくという感じで、また沖縄で癒されてね、はい、東京戻られてお仕事頑張ってやっていきたいなと思います、ね、ありがとうございます。またね、その際でまた読みたら訪れて、また こちらね、ラジオご出演していただければと思いますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ね、本日はあけぼんさんも久々の登場で、はい、もうとっても楽しかったです、ね、また、はい、お呼び、いいとこ読みたい発見で頑張るので読んでください。読みますので ね、他のメンバーがね、呼ばないのはね、ただ単に忙しかっただけだと思いますので ね、今度ね、赤嶺かなえあたりが読むと思いますので、はい、待ってるよね、よろしくお願いいたします。はい、さて、観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りしました。本日も皆さん1時間お付き合いありがとうございました。それではまたね、バイバーイ、バイバーイ。